こんにちは。今日は2月28日なんですけども、ちょっと報告を受けられましたけども、おとといですね、こんな発表があったんですよ。それはですね、暗号通貨の XRP についてマスターカードがバックアップする XRP デビットカードっていうのが出てきたそうなんですよね。で、このカードをこうやってクレジットで利用すると、そのね、使った分の 2% が XRP で付与されるということなんですよ。これすごいですよね。10万円とか使うと2万円分の XRP が付与されるっていうことですよね。いや、これすごくないですか。 XRP がどんどん貯まるわけですよ、ね。で、現在ですね、なんかキャンペーン中でこれがね 5% になってるそうなんですよね。さあ、その辺の情報をね、こちらのブログの方から見ていきましょう。じゃあ切り替わった画面です。はい。 XRP カード誕生、常時 2% リップルをキャッシュバック、マスターカードサポートね、あるでしょ。2021年2月26日のリリースになっていますね。それで広告がちょっと入ってて、リップルを報酬として配布するということで書いてますよね。個人情報を開示せずに信用力を証明するという新しい ID サービスを提供するグローバル ID 社は、グローバル ID 社ですね、 XRP がもらえるデビットカードの誕生を発表した。なんかすごくないですか。 SEC での訴訟が起きてるのはどうなったんですかね。まあ、あれどうってことないんでしょうね、きっとね。訴訟は起きたけども、そのまま数年後、まあ、解消されて終わりみたいな感じなんでしょうね。いつものパターンですよ。で、記事の続きです。 XRP カードで決済をすることにより常時 2% の XRP をキャッシュバックされるということですね。で、お金を使って無料の XRP を受け取ってください。簡単な XRP カードの紹介はこちらと書いてますんで、ちょっと下の方を見てみましょう。これですね。はい、こちらの URL です。今これ英語で書いてあるのを翻訳したのが、あ、すみません、ツイッター行っちゃった。こちらですね、翻訳が。ですからここからですね、ツイッターの方見てみましょうか。ここからログインすればいいんじゃないですか。ちょっとずれちゃいました、すみません。これですよ、これですからね。はい。で、続きの記事読んでみましょうか。はい、ここですね。どうなったかな。スタートアップキャンペーンとして先着1000人は3ヶ月間の間、1万ドル約106万円相当をマックスとして、使用した額の 5% を XRP でキャッシュバックされるというキャンペーン付きです。つまり1万ドル、これ100万円ぐらいですけども、106万ですけども、1万ドル XRP カードにて支払いすれば500ドル相当の XRP を受け取ることができるということなんですよね。そして世界シェアナンバー2を誇る国際ブランドのマスターカードがサポートしているため、世界中で利用することができると。これがでかいですね。ただ今回の発表では、カード発行対象者が18歳以上のアメリカ在住者に限られているため、日本では今のところ発行することができないと。また記事執筆時点ではすでに9000人が登録しているということなんで、もうちょっとダメかもしれないですね。まあ、けどこういうことがアメリカで始まったってことは、まあ、日本でもね、始まる可能性が非常に高いということなんで、楽しみに待っていればいいんじゃないかなと思いますね。はい、いかがだったでしょうか。 XRP を、まあ、ご存知の方、そして持っている方、こういった新しいニュースに XRP の値上げのね、可能性を感じることができるんじゃないですかね。まあ、XRP はずっと20円とか25円とかね、うろうろしてましたんで、その頃私もね、もうダメかなと思ったんですけども、今みたいな価格とか今回みたいな情報がどんどん出てきてますんで、これからも楽しみかなと思います。まあ SEC の訴訟っていうのもありますけども、結局はあんなもん気にしなくていいのかなと思っちゃいますけど、皆さんはどのようにお感じでしょうか。それでは XRP の今後にもご注目ください。いってらっしゃい。